どうもクレヨンです。まずはチャンネル登録といいねボタンお願いします。そして明けましておめでとうございます。今現在ですね、2024年1月1日0時38分ということで、年が明けたばかり、令和6年、2024年がスタートしました。まあ昨年もね、いろいろなことがあったでしょう。皆さんにとってもね、どんな年だったのでしょうか。まあ昨年の漢字をね、一文字で言うと税ということでしたので、まあ本当にそのことがね、全てを物語っている、象徴しているようにも思いますし、流行語大賞何でしたっけ、増税メガネでしたっけ、違いますよね。まあそんなこんなでね、慌ただしい一年も終わり、また新たな一年が始まったということで、私、実はですね、まあ、今ここに映像出ておりますけども、つい先ほどまで紅白歌合戦を最初から最後まで見ていました。そもそも、まあ、初めはね、見るつもりはなかったんですけども、まあ、やはりその NHK に対してはね、やはりいろいろ思うところがあります。まあ、私の動画でもね、NHK を批判するような動画もあります。まあ、ニュース報道において特に、ね、その点は皆さんもお察ししていただけると思います。ここではあえて詳細言いませんけども、まあただ今回のですね、紅白歌合戦、私が事前に知っていた情報というのは、まあ今回ね、この有吉と、橋本環奈と浜辺美波、この3人が司会を務めるということと、あとね、クイーンが登場すると、それぐらいしか、まあ、事前の情報がなかったんですよね。まあ、ただ私はね、皆さんご存知かどうか知りませんけど、クイーンのもう本当に学生時代からの大ファンだったんで、まあ、今回ね、フレディ・マーキュリーはいませんけども、まあ、そこだけでも見ようという感じだったんですが、もう何時何分から登場するのかわけわかんないんで、とりあえず最初から見るしかねえなという感じで見ていたわけですが、まあ、正直ね、まずトータル的に、まあ、今回の紅白歌合戦の企画、まあ、正直 NHK よく頑張ったなと、まあ、私個人的には良かったと、まあ、皆さんもね、賛否両論あると思いますけども、私は、まあ、おそらくね、私の年代とほぼ同じような方々にとっては、まあ、結構懐かしい映像があったり、まあ過去ね、我々青春時代と言っていいんですか、まさにそういった時代によく出ていた方々が、まあ、出演されていたりとか、まあ最初はね、まずスタートは鈴木雅之さんからスタートして、まあ、ラストはミーシャで締めるということだったんですが、まあ、一応ね、まあ一昔前のように演歌歌手ばっかりとか、まあ、若者向きのアイドルばっかりとかいうこともなく、まあ、まんべんなく出ていたとは思うんですけども、やはりね、ジャニーズが出ていないということがね、まあ、今ジャニーズじゃないですけども、まあ、明らかにその韓国系のね、アイドルたちが出ていたんですけども、その辺はもうさっぱりわかんねえっていう感じではありました。まあ、ただ私がね、個人的に、まあ、私の年代の方ならいいだろうと思う方々としてね、まあ、例えばですけども、伊藤蘭さんとかね、まあ、私あのもう小学校時代かなぐらいの時から、まあ、キャンディーズの大ファンでしたので、まあその伊藤蘭さんが一人で、まあ今回は出てですね、キャンディーズ時代の3曲をメドレーで歌い上げたと。それなんかね、多分それ生で現地でそれ見てる人もいたんですけど、あ、行きたかったなと思ったぐらいでしたね。まああとね、もうやっぱり我々の年代だったらもう間違いなくもう見まくったであろうベスト10、ザ・ベスト10でね、12週連続1位を取ったという寺尾明さん、寺尾明さんも出演されていて、例のね、大ヒット曲を、まあ、歌われたということもありましたし、まあそれ以外ではね、まあ我が山口県宇部市出身の夜遊びね、やっぱりあのボーカルのあの笑顔がね、歌う時の笑顔なんかもう本当に素晴らしいとしか言いようがない。もう見てるだけでなんかこうね、もうワクワクしてしまうという、そういったエンターテインメント性というのもありました。
まあ、それ以外でもね、結構あれこれ見どころあったんですよね。うっちゃんなんちゃんが出て、ポケビでしたっけ？ああいったの再結成して、まあ、出演もしていましたし、まあ、ちょっとね、情報が多すぎてね、もう頭の中が整理されていないんですけども、あと、何があったかな。ちょっと、まあ、ヨシキとかね、その辺も出ていましたし、あと、誰だ？ちょっとね、まあ、4時間以上の生放送でしたんでね、まあ、私も頭の中がちょっと十分整理はできていないんですが、まあ、有吉もね、もう初めての紅白生放送、4時間ぶっ続け生放送出演ということだったんですが、結構ね、やっぱり緊張しているといった表情がね、ありありと分かりました。で、実はですけども、今回、有吉も、後半ですけども、歌いました。もう有吉が歌うっつったらもうあれしかないですよね。もちろん、猿岩石時代の白い雲のように。で、今回誰と歌ったかっていうと、なんと藤井フミヤと組んで、猿岩石で大ヒットさせた白い雲のようにを歌いましたね。なぜ藤井フミヤなのか。まあ皆さんご存知かもしれませんが、白い雲のようにっていう歌、まあ私も大好きで、まあ、本当に名曲だと思うんですけど、あの曲、作詞が藤井フミヤで作曲が弟の藤井尚之なんですよね。まあということで今回藤井フミヤが出て、まあ、フミヤはフミヤで自分の曲を別に歌ったんですが、その後に、有吉と組んで、この白い雲のようにを歌いました。ちょっととても感動しましたね。まあ、後ほどちょっとその映像をお見せするんですけども、まあ、そんなこんなでね、どうなんでしょう。まあ、前回、前々回とか、どうでしたっけ？うっちゃんなんか、らしかやってたんでしたっけ。まあ視聴率は相変わらず低迷していたと思うんですけども、まあ今回ね、裏番組でおそらくダウンタウンがやってるような、そういうバラエティとかあまりなかったとすれば、まあもしかしたら、視聴率はね、この度は回復しているのかもしれませんけども、まあ私はとにかく個人的には、まあ今回、まあ4時間あっという間だったなと。いう感じはします。もちろんね、クイーンも素晴らしかったわけなんですけど、クイーンはね、今年確かツアーがありますよね、日本で。まだ空いてんのかな、チケット。まあまあ、それを置いといたとして、まあそれではね、ちょっと私もまだ頭の中整理できてないんで、最後にその有吉と藤井フミヤが歌った「白い雲のように」、こちらの映像で締めくくりたいと思います。ではどうぞ。